こんにちは、東北キリタンと申します。最近は暑かったり寒かったり気温の変化が激しいですね。皆さん体調は崩れてないですか？大丈夫ですか？ちなみに私はとても元気です。元気なので今日もお散歩をしてます。おや、ミツバチがいました。家族のために蜜を取っているんでしょうか？今度蜂蜜を買ってきて何か料理を作るのもありですね。帰り道です。おや、こんな道端にも雑草が生えてますね。いつもは素通りしてましたが少し気になります。なんでしょうこれは。ちょっと調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ、なるほど。どうやらナズナというらしいです。ナズナさんは油中ナズナ食、別名ペンペングサ、シャミセングサとも呼ばれます。これは果実の形がシャミセンのバチに似てるからだそうです。実際に別日にナズナの実を探してきました。確かにペンペンなりそうな形ですね。ペン、ペペペン。またナズナは前回の箱根に引き続き春の七草の一種ですね。というかこれがナズナだったんですね。有名な野草って意外と身近に生えてて、それが普通に食べられるのが面白いです。というわけで今回も少しばかり積んできちゃいました。でへへへ。何か作ろうかと思ったのですが、冷蔵庫の中は空でした。冷凍庫にご飯だけが余ってました。せっかくの春の七草ですし、七草粥ならぬ一草粥を作ってみようと思います。調べたら材料はご飯、水、塩、ナズナだけで良さそうです。まずは冷凍ご飯をそのまま、そい、お水を加えて溶かしていきます。ご飯が良い感じに水を吸ってきたところでナズナさん、そい、そいそい。おかゆ、実は生まれて初めて作りました。最後にお塩を振ってあげて完成です。いい色に仕上がりました。ではいただきます。うん、美味しいです。癖はなく美味しく食べることができます。ほんのりと青臭さと塩味があり、優しい味がします。積み方が悪かったのか少し土臭さがありましたが、それも一つのスパイスです。ご飯もおかゆにすることで量が増えてかなりお腹いっぱいになりました。春を感じられてよかったです。また前回まで見てくださった方は気づいたかと思いますが、使用する立ち絵を変えました。以前までは A++3 のものを使用させていただいてたんですが、今回は自分で描いて自作してみました。自分の絵が動くってちょっと感動しますね。まだ差分素材は少ないですが、動画説明欄に配布用のリンクを貼っておきます。よかったらぜひ使用してみてください。また何か立ち絵に関して要望がありましたらリンク先にコメントしてくれると嬉しいです。最後に前回の動画でもたくさんのコメントやマイリス報告ありがとうございました。というわけで最後に報告してくださった方たちを紹介します。今回もたくさんの方たちに応援していただいてすごく嬉しかったです。また何か面白いものを見つけたら皆さんに紹介しますね。待っててね。じゃあまたね。